吉田さん、こんにちは。あの、クラウドファンディングをね、この前やってみたんですよ。まあ、私が軸になって、この、即可塾マネーの虎っていう形でね、で、えー、起業したい方を募って、その人の希望金額と、それから視聴者さんから、あのお金を集めるっていうか、ね、出資者を、こう、募ったんですよ。で、えー、っと、まあ、金額はそんなに、ね、何百万もするもんではないんですけども、一応ね、起業資金45万ということで、 プレゼンしていただいて、私があいろいろ聞いて答えていただくってことを繰り返してですね、1時間ぐらいの間に、えー、まあ、45万を目指したんですけども、まあ、現時点でね、概ね達成ということでございました。まあその方は、あのー、ね企業希望の方は、YouTube 発信は即可塾に入ってからはこまめにされていたんですけども、うん、まあ情報商材売ったってことは、まあ、なかったんですよね。うん まあその中であの、インターネットを通じて、リアルな仕事をしたいんで、出資をお願いします、みたいな形でね。で、私も、いろいろと疑問点聞いたりとか、それを一つずつ答えていただいて、視聴者さんのお疑問に、いろいろとね、えー、お答えしていたという形ですかね。まあ、45万だったんですけども、まあ、ここでね、一つの達成を見て、一応9月末が締め切りだったんですけども、 今月中にもう決まりそうだなっていうところがあってですね。やっぱりやってみることなのかなと思います。で、このクラウドファンディングの価値っていうのは、その方が企業資金を集めれるってことだけじゃなくてですね、その様子を見て、あ、自分でもこういうのに出てみようかなとか、出れるんだなと。あこのやり取りだったら、まあ、久保さんに支援してもらえるんじゃないかな。 っていう,ふうに、ね、感じていただければ第2弾第3弾と続けていけて、まあ、この私がやっている即可塾のクラウドファンディングの、うん、意義がもっと広がっていけば大きな金額を達成したりもできるんじゃないかなと思ってるんですよ。で今回ね自分でビジネスを始めたんだけども商品作ったり集客したり清掃したりっていうこの3点ですね私がいつも言ってるのは。商品力集客力販売力と。 この3つがいまいちちょっとね自信が持てない方に私は今回、うん、まあ主導する形でやってみたっていうことなんでね初の試みだったんですけども第1弾はなんとかねうまくまとめそうだなっていうところですねうんだからこういうふうにあのやってみるってことと呼びかけに乗ってみるってことね自分で始めれないんだったら誰かと組んでみるってこと非常に大事なんじゃないかなと思いますで組む相手が自分と同レベルだったら やっぱりね、あんまり大したことができないんでどちらかというと自分の持っていないところを補ってくれる人それでいてその相手の持ってないところを補える自分こういう風うなね、うん、関係でいればいいんじゃないかなと思いましたねで今回は本当にうまくいきそうだなと思うんで、うん、まあまあよかったなと思いますね、うん、だから金額じゃないんですよたとえね1000円のものでも商品作って集客してセールしてみたっていうところまでいかないとね それから売れてきたら3000とか5000とか1万円に上げていくとで前回吉田さん BMW の中で、あのー、小さい商品ねちまちまと売っているって言いましたけども非常に大事ですよねやっぱり300円とか500円みたいな商品がきちんときちんと売れていくってことはもちろん組織を抱えていたらそんなことやってたらランニングコストとね合わないんで怒られちゃうと思いますよそんなね1000円とか2000円の商品言って何するんやみたいなね いやでも一応リスト集めだったりとか、数百円のものであっても、信頼関係があれば買ってくれると。で、そこに、あとね、購入者限定のセールスとかっていうのをどんどん送れますからね。だからここをよく考えていかないといけないかなと思います。私もなんですけど今回のクラウドフェンディングで45万円集まったとしたら、出資者の方に、例えばね、その45万円の事業が進む中で、新たなる課題が出てきたら、じゃあ今度は200万円をクラウドファンディングしたいんだってことで、まあ募集かけることもできますからね。 うんまあ、この後の展開いろいろ楽しみだなという2021年後半の出来事でした。えそれではいってらっしゃい。